毎度帝国デストロンです。さてと皆さん、今日はね、紹介したいのはですね、じゃんロボット魂バージョンアニメジョニー・ライデン専用高軌道型ザック2です。イエーイ僕ですね、もうザック一番好きなモビルースーツであって、 で、僕の中では高輝度型ザク、正気のね、えー、白狼が乗ってるやつが一番好きなんですけど、このバージョン2も好きなんですね。で、あのー、これが出たのはね、非常に嬉しいですわ、まあ。だいぶ前発売されたものなんですけれども、今でもね、安く手に入るので、もし興味があるんだったら今日、僕のレビューをちょっとできるだけ一つ参考にして、えー、また考えてくださいね。ま,あ、まず箱、箱、え、を、ー、見てみ見ましょう。 箱のね、映画ほ本当かっこいいなんですね。とこのガンプラの本当にね、箱みたいな感じと同じぐらいかっこいいですね。ね。本当にね。赤い稲妻の。もう凛々しいですね。で、えー、これは、まあ、カの箱の表で、まあ、天面で、これで、 そここれですね。高気度がたざくアップになってます。この注目してほしいの動力パイプが全部銀になってますね。もう生かしてるわって。で、えー、これ横でこんな感じでね。ここと、ここの動力パイプが、俺これを見てちょっと買おうかなと思ったんですよ。マジで。で裏まあこれパッと見るとね、 カード域の凄さと、パチコチね、この銀色の、えー、のね、もうスラスターと、これね、パッと見た時はですね、もう、モブ、あの、ガンプラ作りにすっごい凝ってる方で、ここら辺とかさ、もうネジ屋で金属パーツ買って、スラストの代わりに使ったりとかね、そういうすごい方々いたりするんですけれども、ここ似たような、えー、錯覚を受けるんですよね。 このギルの、ギルのもちろん全部プラスチックなんですけど、見ると。ああ、じゃあもうこれも、もともと欲しかったものなんですけれども、これはまあやっぱ買わなあかんなって思って。で、エフェクトパーツがもちろんついてあるし、で、ジョニー・ライリンの、えーの関連のマーキングもあります。402とかね。まあ、本当にそそるものなんですね。このエフェクトパーツとしては、えー、後で一緒に見るけど、ま、バズーカの 発射の煙とか、マシンガン。ジョニーライデンあまりマシンガンってイメージはないんですけど。マシンガンの、もうこの、あの、弾出てるところとかね。いやー、もう本当にいいですわ。じゃあ、さっさと開けましょう。じゃあ開けましょう。誰かさん、開けろ。開けろって言うんですよね。<laughs> なんてね。はい。開けちゃうと、 結構、てんこ盛りにいろいろ入っております。私たちの、まあ、えー、ジョン・ディラ・ライディン。高気度型ザクと、色ろんな武器類、エフェクトパーツ、てんこ盛り。で、ちょっとね、まあ、ブリースタね。開けちゃうと、これだけ開けると大体飛びまくります。ものはね。ゆっくり開けると、はい。こんな感じですね。あと、ちゃんとね、えー、外に出して、 えー、全部、えー、並べたいと思いますが、この手のエフェクトパーツは違う、まあ、あのやつがあって、で、ここにはね、前のスカットがない、もう飛んじゃってるんですね。壊れてるわけじゃない、飛んじゃってます。なんで飛んじゃってるのか、とあとで説明します。で、マシンガンで、えーまあ、2つのヒートホークとか2つの形のバズーカと、この下のエフェクトパーツなどなど。で、 この後ろにはですね、スラスタのエフェクトパーツが、でスラスタのエフェクトパーツがこの後ろにくっ,つかれくっついております。最初、え、履いてないのかって思ってたけど、ちゃんとあります。はい、で、箱を取り出して、履いて、そのパーツを取り出して、広げてみると、まあ、こんな感じですね。 で、中に入ってるのは、まあ、あの、先見たとおり、マシンガンと、あの、二つの、えっ、ー、と、一方向、二つの一方向、本当にありがたいんですね。これ、腰につけるときに、ね、もう、シードしてないから、この表面暖かくなってないので、これ取り付けられるのは、本当に、まあ、すごいリアリティがあるんですね。と、ここは見づらいんだけれどもね、このちっちゃなね、あの、 アンテナ、えー、指揮官の、まあ、マークなんですけれども、あの指揮官のアンテナなんですが、2つがあるので、非常に小さいんで、おそらく壊れやすいということで、2つも風俗、えー、しております。で、あのエフェクトパーツ1、1、2と、このバズーカ用とマシンガン用で、これ、型、えー、シールドにつっ取り付けられるための爆発エフェクトなんですね。 と、えー、ザックバズーカ一般的なやつまあ、僕ジョニー・ライデンはこれ、まあ、持ったイメージあまりないんでしかとこのジャイアントバズーカの方がイメージあるんですけれども、まあ、両方とも一応ついておりますで僕ね驚いたのはこういう風俗品何なんだろうねって、まあ、説明書を見ると、えー、ザックの肩シールドにこれ取り付けてでバズーカ取り付けられるんだよねそれは非常にまあ面白い感じだと思いますこんな やり方は、まあ僕結構好きなんだな、こんな感じなんです。面白い。と、まあ最終的にね、このスラースタのエフェクトパーツもあって、これはちょっとバンダイを褒めたいのは10個も履いてて、しかも2個ずつ小分けされてるんですよね。だからもう4個つけてみたい、2個つけてみたいという場合は、これ開けて全部バーンと出て、うわぁ、行方不明になってもうたわ、という心配はないんですね。 でしかも、取り付けるところが、まっすぐのところと、斜めのところ、二つの種類が入っているので、それを、えぇ、ー、まあ、かける5なんですね。まっすぐか、斜めかって、ま、好きなように、まあ、取り付けられます。はい、こういう感じですね。で、えー、手に関してはですね、いつものように、この表情パーツを取り付けるための、 えーま、プラスチックの,この棒みたいなやつと、表情パーツは、もう、このように開いて、この、ま、完全にちょっと半開いて、これ、完全にね、表情つけるための、いろんな、すいません、スタンドが、スマホスタンドが倒れた、この半分ぐらい開いてるあの感じのやつと、 えー、トリが握ってるこれと、えー、でこのバズーカと、えー、マシンガンの下のところを固定するための,あの手なんですねで左右同じなので、まあ、同じポーズを左右で取らせることができる非常にありがたいはい、えー、次動域を、えー、見ていきたいと思うんですけれどもこの、えー、ジョニー・ライリン え専用高気度型ザックはですね、もうビジュアル的なインパクトとカード行きをまあ強みにしてるなので、それももちろんチェックするしかないんですけれども、まずこ,のここの角と、あとなんといってもね、こっちのスカート、フロントスカート、動くだけですぐ飛びます。もう僕はね、今、とりあえず、うどうせ着けてもすぐ外れるんで、個体差あると思います。俺のやつはもうどうしようもないんですよ。 ポーズ決めた後で取り付けるしかないんです。まあ、ええー、と、まずね、角域においてはですね、まあ、さすがに優秀です。まず、肩ですね。バタフライジョイントが、この、あり、中にあります。このように引き出す、引き出し関節ね。あります。両側に。で、えー、まず、目のために一つの注意してほしいのは、こっちの、 トゲトゲの、えー、肩パッドはよく外れるんですよ。もう簡単に外れるんです。これ本当部品結構外れやすいんですよ、この子。えー、まあ手を焼いたりしますね、触ると。で、えっ、ー、とですね、角、まあ、域全体こ、こ,ここちょっとぐらいね、あの格子が曲がりますし、で、顔がもちろん曲がります。まあちょっとザクの顔の形状でね、 まあ無理やりにやろうと思ったら、あの、360度ぐらい近くは回るだろうけれども、まあ、ちょっとこれ以上ね、無理やりにやろうと思いませんので。あんまあ、曲がる曲がる曲がる。まあ、ギリ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 、まあ、こんなことする必要はないだろうけどね、曲がります。で、えー、足、まあ、今、前のフロントスカート外,す外してるから余計にそうなんですけれども、よく曲がります。膝がまあ二重関節だし、 ここはね、しかし非常に不細工なんだな、勝利が。と、足。もう、ぐり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 回るんですね。後ろ見ても。まあ、すごい。角域はすごいな。本当に、申し分ないね。で、スラスターもこのように曲がりますし、一個ずつね。こっちは回らないな。でも、ここら辺の、 このスラスターの近くのあの銀色の金、まあ一応ね、部分が、突起が、まあ、曲がります。で、この動力パイプ、まあ軟質パーツなんですけど、まず、あ、全部プラスチックなんでね。全然丈夫そうなんで。で、えー、ビジュアル的に言うと、見ての通り、この動力パイプの銀と、このスラスターのところはやっぱりちょっとね、活かしてるわ。 でここに、えー、ジョニー・ライディーンのロゴを履いたりとかね。まあまあ、本当に。インパクトは、えー、ビジュアル的なインパクトはさすがに大したもんなんですけれども、しかし手に持つとプラスチックの質感が、はっきり言って良くないですね。ものすごく安っぽい感じがします。僕は5000前後だったと思うんですね。5100円ぐらいかなって。それ以上の価値。まあ、はっきり言ってね、プラスチック考えるとあんまないと思います。本当にね、これが、 生かしたポーズをあの決めさせて、展示するのは、まあ、こういう商品の人の使い道かなっていう感じなんですけれども、もう本当にーツすぐ外れるし、手に持つと満足度全くないし。でね、僕、えー、プラモデラも好きじゃないんで、昔初めて出たガンダムの、えー、アクションシリーズのね、モービルススインアクションの時にね、今これより全然スケールがちっちゃいんですけれども、昔ね、結構ほとんど全部買ってたんですけれども、 こっちの方が手に持つと重みがあるんですよ。まあ、時代が違うんでね。デイキ自体、可動域自体においてはこっちの方がそれは全然上なんですよ。スカルプとかね、造形とかすべて。だけどね、なんだろうね。この重み度合,度合い。これも、もうなんか、いや、かっこいいんですよ。かっこいいんですけど手に持つと、もうどっかで、 なんてミニプラの出来損ないにも見えてしまうような本当質感の悪さ。まあそんなこと言ったらちょっと贅沢かもしれませんね。はい。はい。それではちょっと組み立ててポーズを取らせて、ハコの表紙と同じポーズを取らせてみたんだけれども、どんな風に映るのかちょっと見ていきましょうね。もう本当に活かしてます。 もう手に取ると感覚はね、マジでプラスチックの質を本当に僕許せないんですけれども、その分、このようにね、つるしてこれ持つと、まあ、たまらんぐらいは見栄えがいいんですよね。もうどっちを取るかっていうことなんですよ。もう本当にどっちを取るかとしか言いようがないんですよ。まあ、かっこいいわ。見ての通り、申し分ないですね。 このかっこよさ、このスラスターディテールとかね、まあ、生かしてます。<laughs> どっち取るのかは、本当に、まあ、あなた次第なんですね。購入者次第だと思います。まあ、僕の意見で言うと、こういう商品は5000円を超えたらあかん。だから、限定品がよっぽどの流でないと、ウェブ魂、限定ストアのものとかどうのこうの、なかなか手を出す気はない。 1>, 1つか2つぐらいしか購入予定はないんですけれども。でもこうやってディスプレイすると確かに見栄えはいい。最後はね、ジャイアントバズーカのエフェクトつけて、ちょっとね、取り付けてみたんだけれどもかん、まあ、関節は負けちゃうんですね、簡単に言うと。ちょっと回してみるんだけれども、これ関節はかなり負けちゃうような気がする。全部無事に回るかどうか。これちょっと。 ハラハラドキドキなんですね。後ろのシールドに当たっちゃうかな。大丈夫ですね。まあこれなんとかね、負けないように設置したんですね。で、もう一個のふつざくバズーカを、えー、肩シールドに取り付けた。取り付けてみたんですけれども、まあ見ての通り。結構ね、ヘビ武装のジョニー・ライディン。えー、高機動型ザク。 になってま,すね、まあいいと思いますこんな感じでディスプレイこれしちゃうともう本当に関節ゆるゆるになっちゃうと思うんですよね本当これ重いんですよ、ね、エフェクトパーツめちゃくちゃマシンガンのやつの方がまだ軽いんですけどこれマジで重い何でも最後のポーズいってみようちょっと人多くと マシンガンモタさんと、まあ、ジュニライィンザコね、マシンガンのイメージあまりないんですけれどしかも、白衛星のイメージもあまりないんですけど、まあでも、これはこれで、もせっかく作れるんだから、やってみよう。<laughs> まあ、どうですか、皆さん。これ結構ね、今、まあ、まあ、そこそこう前売れてなかったから、安くはなってると思うんで、これを見て、興味ある方は、まあ、もし安かったら、まあ、買ってもいいかなっていう感じなんですね。 もちろん、ここもいろいろとね、あの、動かすことができるスラストとか。じゃあ、皆さん、このレビューいかがだったでしょうか、えー、最後に僕の意見なんですけれども、んーこのシリーズ、いわゆる、えー、ロボット魂アニメに関してなんですね、左側にあるギアノは僕はまあそこそこよくできてていい作品だと思いますが、あので、この、 ジョニー・ライデン専用ザークに関しては、まあ賛否が分かれる。まあ理は非常に簡単で、アニメということはアニメに出てるそのシンプルさをそのまんま、あの、立体物にしてるので、このギャンもアニメに出て,出ておりますし、もうカッチュみたいなデザインだし、デザインがシンプルでかっこよくてでちょっといいんですけれども、このジョニー・ライデン専用ザークはアニメに出てないし、モビルスバリエーションに出てて、もう当時から割とデザインがそこそこ細かいんで、 このシリーズにはもうちょっとあまり馴染まないということ、もうちょっとディテールアップ欲しかったな。このコに関してはですね。僕の勝手な印象です。えー、皆さんいかがで、思いでしょうか。それで,では、えー、ご視聴ありがとうございました。テ、えー、コゴデストロンでした。